ファニーダさん、本日もよろしくお願いいたします。お願いいたします。大丈夫か？はい、大丈夫です。セブン、ちょっとテンション低かったぞ。シーズンセブンね、エコーもかけてもらえずね、本当に、はい、いきなり言うたからごめん。さあ、これはですね、はい、私兵頭大輝が皆さんからいただいた問題をランダムで引かせていただきます。運の予想が多いです。裏向きですからね、うん。チャレンジは1日2回、5問連続正解でリスナーの皆さんに、お肉をプレゼント、うん、はい。長井にある大輝屋さん、美味しいよ、美味しいよ、大輝屋さんのお肉、はい。お助けカードは風鈴は廃止になりまして、上野園は使えると、はい。でももう最近ちょっと不甲斐ないから、すぐ風鈴も廃止撤廃して持てるんでね。で、風鈴ももう構えてますからね、はいって感じでね。ちょっとなんかもう普通には出さんとこかっていう話になってまして、はい、うん、最終兵器ですからね。そうなんですよ。だから何かこっちからのお題をポンがクリアしたら出していいことにしようかとかね、いろいろ考えてるんです。なるほど、はい、分かりました、はい。もう今まで通り、なんか噂ではどうせ風鈴出んやろみたいな空気感持っとるんちゃうかと。もう誰がですか？ポンよ。誰やねん、宇野さんが持っててもおかしいからそんなの。ね、だからそこはちょっと汗かいてもらって、はい、かどうかまた試しながらやりたいと思います、うん、お助けカードは5問目使えません。上野園はそのまま使えますが、5問目には使えません、はい。また5問目は AD の風鈴ちゃんがセレクトした問題を出題します。失敗すれば1問目に戻ります。さあ行きましょう、ファーストチャレンジ、はい、いけるかい、はい。じゃあ行きましょう、こちら、こちらはコスモスさんかな。おコスモスさんからいただいた第1問、ことわざの問題です。その道の達人でも時には失敗することがあるという意味のことわざは、工房にも、はい、筆のほにゃほにゃほにゃ、あ、なるほど、工房も筆のほにゃほにゃほにゃかな、はい。実際どうです、どっちかです、どっちですかね、工房も筆のほにゃ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 、そのあの工房の筆の後を答えて、後を答えて、後を答えて、はい、いきましょう、どうぞ。聞いたことありますか、前半は。工房もちょっと聞いたことないですね。その道の達人でも時には失敗することがあるという意味のことわざ、工房も、はい、筆のほにゃほにゃほにゃ、工房、これ工房大師様の話なのかな。そうです、そうです、うん、で、すごく字がお上手なんです、ね、うん、ね、で、常に筆を持ったらもうほんまに天下一品の字を書かはるんでございます、はい。で、先ほどの説明、うんうん、その道の達人でも時に失敗することがある、はい、ということで、工房も筆のほにゃほにゃほにゃ、聞いたことない、はい。何や思う、大体今思う、工房も、うん、筆の歪みあり。歪みあり。あ、まあまあまあ、ね、そういうことですよね。着信ありみたいな言い方ができる。怖い映画始まるのかな。だから、間違えてしまうという。そうですね。うん、もう行くで、ヒント。もう音、これ聞いてることがあれば、はい、一文字言うたらね、その音で思い出すかな思うけど、聞いたことないっちゅうんやけど、工房も、筆の、筆の、あ、続けてみ、一回。答えじゃなくて、筆の、あ、ほにゃらら。筆の、当たり。外れ。違うじゃん。何言うてんの。間違えてんよ、当たった。当たった間違えてんよ。もう、工房も、筆の、あや、まり。いいですか？あやまち。どっち？さあ、工房も筆の、あやまち。なんで謝り言うてから、なんで別に謝ちに変えたんや。なんででしょうか。なんでだろう、なんでだろう、が出てもらわなかったね、二択を外してしまう、さんに、ね、なんでだろう、答えを言っていたのに、ちって言ったの、なんでだろう、言ってほしいね。わかりました、この原理が。はい。あの、二択になったとき、思ってる方を言っちゃダメっていうのがわかりました、今日。はい。それお前あれやないか。浜田さんがやっていらっしゃるお前。はい、あの、A と B の、こっちが当たりちゃうか思った方の逆選んだら、正解ちゃうっていうやつやないか、お前。正月とかに。そのまま。茶の間で言うやつや。はい。おい、お前。
前頼むわ。ほぼ答えやんか。はい。で言うてたやん、正解。はい、言うてました。はぁ。あー、もったいない。これはもったいない。ほぼヒントどころか答えやろもったいないもくそもないという、本当に。あや、ほんまに。まあ、行きましょうか、はい、もう気を取り出して、セカンドステージ。謝り。はい。セカンドステージ、こちらですね。岩戸が花鈴さんからいただいた第一問。昆虫が、さなぎから、成虫になることを、何と言うでしょうか。はい、これは聞いたことあるでしょうね。何とかするって言いますもんね。うん、ただそれが分かっているかどうかというところが問題。昆虫がさなぎから成虫になることを何と言うでしょうか。さなぎから成虫になるってことは、はい、さなぎから蝶々になるみたいなことですよね。まあまあそうやな、うんうんうん、なんていう、ちょっとわかりました。お、ちょっとわかるって何やねん。何パーセントぐらいわかってんの。 30% です。うん、ほんまにちょっとや。何文字何文字。3文字です。違う。え、おえ今 10% ぐらい戻った。はい、なもうゼロじゃないですか。ゼロゼロです。何や思った。脱皮そう、脱皮アホなっちゅうのみたいな言い方すんの。脱皮して蝶々になるじゃないですか。脱皮じゃないな。でも、上野園も使えるけど、そういうことやね。ね、そういうことなんですけど。上野園もだあるよ。使います。あ、来た。お願いします。え？え？え？嘘や。わからんでって、わからんでって。あかんで言うてるで。どうする？今ならまだ自分で考えることもできますよ。でももう出てけへんやろ。はい、もう出てこないです。脱皮以外なしで。さあ上野園のピンチ。すごい、なんかもうほんまにサブの方でもう一度大騒ぎですよ。さなぎから誰も脱皮を持ってたっていう名言。誰も脱皮を持っとった。昆虫がさなぎから成虫になることを。ヒント、2文字です。え、2文字です。昆虫が今思ってたのは何ですか。今脱皮じゃなく今思ってたのは脱脱脱やっぱ脱ぐタイプ。脱ぐタイプってないの。殻を脱ぐタイプ。グラビアか。さなぎが成虫なるんでしょ。脱皮でしょ。違う。う、え、う、う、うか、うか。正解。ああ、やった。ガッツマス、マジ何やねんこのクイズ。もうちょっと。うちのプロデューサーね、俺恥ずかしい。いや、脱皮があかんだったら脱皮を二文字に収めようとすんねん。脱言うことある。脱してるわ。脱してちょっちゃい。あいつ脱や。脱やで。ちょっとあの番組の進行のことも考えてしまって。はい、終わったか。はい、終わったか。必死でしたね。必死でした。脱皮を2文字でまとめて脱って言うで。そして、うって言った瞬間に、うかって言った瞬間に万歳ですよね、もう。うかーって言って。ほぼ答えだもんね。です。これ何問目だった。ありがとうございます。1問目です。1問目。もう5問目のテンションやから、こんなの。ここで終わったらダメなんですよ。番組的に。万歳して。ここで終わったらダメなんです。番組的に。というわけで、上野園でした。ありがとうございました。ああ、よかった。名言いっぱい出たな。出たわ。俺も脱皮は思ってた。ここで終わってまうぞ言うて。どう言うて、脱脱もう脱はほんまに、名言。ダッツ2文字今何や思ってますダッツ脱ぐ方ねっていうアホとアホの波長ね脱ぐ方ねって言うたもんな、はい、本がな。これが本物。これが俺も分かるもん波長一緒やからそうそうそうってさあ1問目です、はい、もうしんどいセカンドチャレンジの1問目、はい、やばいよやばいよ、はい、さあ行こう。じゃあセカンドチャレンジの第2問目ね。はい、じゃあ行きましょう。今、え、知ってたの？風鈴は知ってたんって聞きに行った。知ってましたよって言って答えられましょう。卓球丸からいただいた第2問。理科の問題です、うん、リトマス試験紙は酸性の水溶液には赤色の反応を示します、はい、ではアルカリ性の水溶液には何色の反応を示すでしょうか。これはでも実験であったよね、はい、で分からんでも色やからね。そうです、ね、色やから、うん、大体そういうとこに出てくる色を言うたら
大体。はい。もうだからなんとなく思い浮かぶ、よく出てくる色。出てくるよね。だからマルちゃんとかのエピソードでもありそうやもんね、こういうのね。ありそうです、はい。今何色や思ってる？青。いきますか。はい。いきましょう。答えどうぞ。青。正解。ありがとうございます。これで黄色だったらもう全もう終わってたよ。はい、いいじゃないですか。よかった。さあ行きましょう。ポンポンといかなな。はい。さあそれでは行きましょうか。何これ、あ、みたらし団子さんからいただいた第3問。英語でコットンキャンディーとは日本語で何を指すでしょう。こう見えてもごめんなさい、うちのポンはね英語は得意なんですよ。ひょんなとこでこれ知っとる場合があるんです。英語でコットンキャンディーとは日本語ではなんと言うでしょう。マフはもう大盛り上がり。はい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 、はい、と言っておりますが、さあ自信のほどはあります。あ、なるほど。食べたことはあります。最近はないです。はい、いきましょう。答えをどうぞ。わたあめ。わたがし、まあ、はい正解。まあイコールと、はい、ね、イコールわたがし。わたあめっていう人おんねや。キャンディー飴やから飴。なるほどね、わたがしっていうような、まあ、どっちもええねんな。どちらでもいいです。よし、あれ3問目来たやん。はい、よっしゃ、ちょうど来ました。まあちょっとやばい、ダッツのおかげで。もうなんか、もうなんか消化試合してる感じやもん。あれ盛り上がってもたからこれ。頂点でしたね。頂点やった。さあ行きましょうか。もう言うても4問目やからね、ヒントなしでやからな、はい、あ、そうなんや、もうダメですよもう、ね、さあ行きましょうか、はい、こちら、匿名希望さんからいただいた第4問。1600年、徳川家率いる、徳川家康率いる東軍、石田三成率いる西軍が戦った合戦後、何と言うでしょう。これはノーヒントやし、これは簡単やな。はい、あ、もう分かってるわ。家康と三成です。はい、ちょっと風に探しといてな、問題な、3問ぐらいな。これはもう答えていただかないと。これはもう、これはもうノーヒントで参ります。それでは答えどうぞ。関ヶ原の戦い。はい正解。ありがとうございます。気負ったな、なんやかんやで。はい、よかった。さあ続いては5問目になりますので、はい、風鈴が何枚かセリフ取ったやつから私が、引かせていただきますけども、はい、来ました。あ、ちょっと待ってください。いくつか今候補が出てきまして。風鈴どう、今回のチョイスした問題は。ちょっと難しめかな。萌え、ちょっと難しめ、うん、ちょっとね、萌えって言うたね。萌えんといてくれ。萌えにしてな。萌え言うたら、なんか興奮してんのかな思ってもらう。萌え、萌えね。萌え萌えなんかな。おえさん。さあ、時間まだいけますか、はい、大丈夫ですか。時間がもうないので。はい、もうそこから引きます私。あ、はい。いや、もうこれで決定。これで決定。プーリンはこれで。はい。いきますか。お願いします。うんうん。これか。いくか。これで。じゃあ、風鈴に呼んでもらいますよ。はい。はい、風鈴。お願いします。はい。もうこれは時間内にやで。はい、時間内終わってどうぞ言うてからもうポンポンと言って、はい、頑張れ頑張れポン。さあ風鈴からの出題。西宮市にお住まいの55歳男性の方、ラジオネームダントツベベ太郎さんからいただきました。おから始まる都道府県をすべてお答えください。おから始まる都道府県すべてを大体何個あるんだろうねみたいな。これはどうしましょう。言わない、もう言わない、何個あるか言わない。終わった段階で終わりましたと言ってもらう。これなかなかですよね、うん、さあ、うん、それでは行きましょう。ポンさん、まず一つ目、大阪、うん、大阪、ふ、ふ、ね、はい、岡山、はい、はい、大分、はい、沖縄、はい、以上です。正解。これは行った、これはすごいわ。いや、頑張ったね、頑張った。最後はだって自力でノーヒントでね、はい、素晴らしい。そう、いや、お肉出んのは僕嬉しいんですけど、はい、これこれはもろもろエンディングで、はいはい、脱で落としとったらな。脱のおかげで来てしまいました。脱のおかげで来た。脱のおかげでお肉です。わー、はい、5問クリア、ありがとうございます。おめでとう。まあ、いろいろ
とプレゼントなど詳しくはエンディングでお伝えいたします。はい、皆さんもですね、ファニーダさんに問題、はい、答えを添えてお送りいただきたいと思います。お待ちしております。さあ、エンディングでございますけれども、はい、今日は見事にお肉ゲットでございます。はい、ポンさん、おめでとうございます。おめでとうございます。最近、感覚で出してくるよな。そうですね、本当に、冴えてます。はい。脱野郎、脱野郎。これ、ちょっと待って、今の、冴えてるというので、そうだねって言っていいのかどうかやね。だって、一問目の、ね、過ちと誤り間違いにだもん、無理やろ、今日も。いや、脱から来ました、脱から。はい、出すの時点でね、アウトって言うてるべきやったけど、まあ、お肉出すのはありがたいですよ。ただ、はい、俺はラジコのタイムフリーでもう一回聞くね。聞くわ。出すわ。あ、聞くわ。何回でも聞くわ。あれは何回でもしがめる、今日の名言。はい。